速報チェルシーまた行く。チェルシー、ついにで敗れる5連敗。チェルシーは何回行けば気が済むんだよ。降格するまでに決まってるだろ。これもう雪癖ついちゃってるね。諦めるな、チェルシーにはまだ降格のチャンスあるぞ。ランパードかわいそうしょう。本当に何が悪いのかな、岡迫だけどここまでひどいと笑えなくなってくるよ。オーナーがマスターリーグ感覚でチーム運営したからだろう。ランパードとかいうどんな食材も黒焦げにする天才よ。チェルシーは来季エメリ引き抜きかな。チェルシーはエメリがハマるよ。マジで疑問なんだけど、あんだけ死ぬほど選手取っといてなんでこんなに負けまくってんの。最高だよこのお笑いクラブ。そもそもタレントを持て余して勝てなくなったのが原因で解任されたランパードがタレントを何の計画性もなく集めるだけ集めた今のチェルシーで勝てるわけがないだろう。ランパードは来季以降はスタドとプレミアで監督できなさそう。評判をかなり下げちゃったね。チェルシーは早くオーナーを変えよう。金だけはあるオーナーが遊んでるだけ。もしよければチャンネル登録お願いします。